皆さん、マジック楽しいですよね。これからもう一つ、どこにでもあるものを使って簡単マジックを皆さんにお見せします。そのテーマはこれです。このケチャップです。どこにでもあるこの弁当に入っているケチャップです。あとはこの水のペットボトル、この2つを使ってとっても不思議マジックができます。まずはこのペットボトルの中にケチャップを入れてください。でキャップをしっかりとしてしまいます。このケチャップをよく見ててください。目の力でケチャップが沈みます。楽しいですよね。では皆さん、この秘密をこれから教えします。このケチャップの中にはちっちゃい空気の穴が入ってます。このおかげでこのケチャップが沈んだり浮いたりすることができるんです。どういうことか説明しましょう。このボトルに圧力をかけるとケチャップが沈んでいきます。じゃあ分かりやすく横から見せてあげます。ケチャップ沈めと指示したときに手で圧力をかけます。そうするとケチャップが沈んでいきます。このペットボトルの圧力を緩めるとケチャップがまた上に上がります。このマジックのポイントは、ペットボトルを親指で強く押すとき目の力で動かすといい。見ている人の視線を目とケチャップに持っていくこと。指の力を抜き、ケチャップを浮かすときも同じようにしてください。Up, down, up。これで皆さんもマジックができるようになりましたね。ぜひ友達に見せて、Always believe。じゃあ皆さん次まで。